はい、皆さんこんにちは、まるさんです。相変わらずこれです。この4月からですね、またなんか別のチャンネルで YouTube 動画を、まあ、頻繁に上げるということがどうも起こりそうなので、自分のチャンネルでね、ちょっとリハビリを兼ねて YouTube 動画を今回撮ってます。紹介したいというかね、買ってしまいました。これです。知ってる、これ呼び込みくん。ね、開封動画と思ってね、まだ開けてない。ちょっと、ね、開けちゃいますね。ちっちゃいよねこれね、こんなちっちゃいんだよ。スーパーサウンド呼び込みくん、今売れてます。売れてるんだって。ちょっと大きいショッピングモールのおもちゃ売り場が、おもちゃ売り場が新しくなったので、そこで買ってきました。面白い。あ、こんなの、うんですよ、こんなの。あ、かっこいいんだ、ね、こんなちっちゃいの呼び込みくん。裏はこんな感じ。ここに呼び込みくんって書いてある。はい、これが一体何でしょう。まずこの後ろにあるこのね、電池の止めてるところ、これを抜きます。ピョッ。そうするとこれで電池が動いて、あとこれでね、やってみようか。聞いたことあります。これがね、途中で止まんないんだって。途中で、これだけです。スーパーサウンド呼び込みくん、どっかで聞いたことあるよね。こんなの買ってしまいまして、ほら、これが、ジャケットの表裏で、中身ちゃんと使い方が書いてあります。なんか照明の周りのことしてた。こんな感じです。電池2つだね、最初から入ってます。本体の絶縁シートを引き抜いてから中央のボタンを押してください。今押しました。ボタンを押すと音が約20秒間流れます。再度押すと音が最初から流れる仕様です。音を途中で止めたり、ボリュームを調節する機能はありません。同梱のボタン電池はテスト用のため消耗している場合があります。まあ、すぐ終わっちゃうかもね。音量が小さくなる同じ音を繰り返すと、誤動作をする場合は電池を交換してください。ということで、これがね、なんとプラモデルの青島文化教材さんで出てます。今これをどこに入れるの。あ、これが顔でしょ。で、これが付属の、付属品なんだけど、すごいよね。あ、取れた。顔パーツ外れました。ほら、ピッで、この今売れてますをつけます。顔がないと、なんか手だけついてるおかしいよね。一回、じゃあもう一回最後に。今売れてます。というわけで、スーパーサウンド呼び込みくんミニです。ミニに注目なので、これだけね。スーパーサウンド呼び込みくんのミニじゃないのがどうも世の中にあるらしいです。またどこかで見つけたら、手に入ったら、またこんな動画を上げてみたいと思います。それではまた、バイバイ。